馬之助、越後守を務めた。室町幕府第三代将軍、足利義光より返帰を受けて、万朝と名乗った。伊勢守護、二喜吉長の子として生まれる。諸兄には、二喜吉一がいる。足利氏の抜流である二喜氏は、議長の兄、頼明が、室町幕府の出事になってから、一時期九カ国守護を兼ね、南北朝初期に誠意を張った。 時安行の乱の戦後処理で、時安行が伊勢国守護職を没収されると、父議長の没落地再給付の慣例に従い、議長が以前、伊勢守護を務めていたゆえに、伊勢守護職に任命される。その後、一旦、時安行に守護職が移るが、すぐに再任している。 大米三年七月、足利義満の長身で、山城国守護を務める結城魔頭の作動により、万長は伊勢守護職を奪われ、創籍にいた、昭和に土橋坊が減続して守護職に就くことになった。これに不満を持った、万長は、京都で反乱を起こそうという計画を持つに至った。事態を憂慮した官僚、柴義行らの調停により、万長は、 京都を退去し、異性下る途中、出家頓音した。万朝頓音事件は、諸大名による、有気魔頭断崖のきっかけともなった。この二期三つの吉光あるいはその子、吉持の変記を受けている。孫の二期京症も同じく吉光の子、吉則の変記を受けている。ありがとうございます。